丈夫よ、小夏ちゃん。怖かったか。はい、大丈夫よ。小夏さん、お久しぶりでございます。ポンちゃんの娘さんです。よく見てください。ポンちゃんに似てるかな。くんくん、かわいい。小夏ちゃん、はいはいはい、お母ちゃんに似てさ。小夏ちゃん、かわいいね。はい、小夏ちゃん、ポンちゃんはもともと夏美さんだったんですね、うん、夏美さんの子供で小夏でございます。小麦ちゃんもいるんだよね。すみれちゃんおいで。すみれさん、どこどこ、かわいい。すみれちゃんかわいい。はい、すみれちゃんです。綺麗な色。おいで、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 かわいいね。はい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 、ほんとちょっと似てるかも。そうだね、うん、ほんとね、いっぱいベッドあっていいね。いいね、お部屋広くてね。今ね、お母ちゃんちょっと狭いとこにいるんだ。早くもうちょっと広くしてあげたいんだ。ほんとだね。よしよし、かなっちゅ、なんか音がしてるぞ。小麦ちゃん、ん、あ、おいで、おいで、おいで、かわいい。あの方はどなた？かわいい、どなただっけ？さっきお名前言ってたよね。はい、泣いたな。ポンちゃんよりはちょっと細身かな。そうだね。ミケちゃん、ミケの子です。タピ？タピ？タピ？タピオカのタピ。あ、タピオカのタピ。タピちゃん。さっきちょっと。タピちゃん。タピちゃん。登場。タピちゃん。さっきの持ってきたおもちゃ出したいな。うん。え？ふいふい、いいね、タピちゃん。おなっちゃんも T シャツ、そっちの下に。おなっちゃんまた、ふいふい、今だってね、なんかコロナウイルスのおかげでどこも売り切れだって。これパルコにもいいんだよ、パルコイル。パルコってあの子猫がなるやつ。いや、大人にも、大人にもなるんだ。でも子猫になったら死んじゃう。けっ、ちょっとどうした、怖がる。けいちゃん前にも会ったことあるね、うん、あるよ。けいちゃん、けっけけのけいちゃん、けっけけのけーちゃん。ちょっとビビったね。ちょっとビビっちゃったね。いっぱいできたからね。けいちゃん、うん、けっけけのけ、匂い確認、匂い嗅いでる、嗅いでる、一生懸命、遠い距離だけど匂い嗅いでる。ちょこちゃんはいいよ。ちょこちゃん、これは誰が戻したんだ。そんなの寝柄ねんじだからね。そうですね、この間黒いのあったからさ、ドライフードと思って触ったらうんちだった私もこの間触ったらうんちだった。こういうのってさ、うん、似てるじゃないですか。似てます似てます。大丈夫ですね。ちょっとこれ何？あ、いた。え、誰？あんずちゃん。あなたは入ってた時にさ、あなたはあんずちゃん？違うよ。違うのかい。あんず多分今この上乗ってる。あ、踏み台持ってきたけど。あ、怖いかな、大丈夫かな？こんにちは。小麦ちゃんいる？これ違うんだ。あのさっきの怖がりのルルさんもここに入れたから、フリーにしとくと逃げ惑っちゃう。あんずちゃん、これよかったらこれ乗って。あんずちゃんじゃないよね。あんずちゃん、あんずここにいるじゃん多分。いつもこれあんずちゃん、違う、なんか違いますよね、顔違うよね。これいないね。じゃあ違うよね、あんずちゃんいないよね、顔が違う。お前は誰だ？え、あんずちゃんじゃないですよね、顔違いますよね。ね、これに乗ってみて、乗ってみて。はい。大丈夫かな？大丈夫かな？壊れない？
大丈夫かな、大丈夫、体重が、あ、あんずちゃんじゃない、あんずちゃんじゃないよだって顔が違うもん。本当だ、これはフータだよ、うちの子フータ、一番前にいる、ね、真ん中はあんずちゃんじゃないね、赤が入ってるもんね。これはね、サビちゃんね。誰かうんちしたくせに、こんにちは、こんにちは、皆さんこんにちは。おー、あら、1、2、あんずちゃんいないですよね。あんずちゃんどこ行ったの。あんずちゃん消えた。ルルがいタピ、そこから降りたらダメよ、こっちから降りなさい。危ないよ、危ない、ほぼや、もう暗すぎて映りませんよ、あなた肉眼でも見える、タピちゃん、タピはいいの、はいはい、タピちゃんで、ルルがこのフータの後ろにいたから、アンちゃん、さっきのもらわれる子、もらわれる子で、今キーちゃんが外出たから、うん、ってことはあれがアンズこの辺にアンズちゃんおりますが、アンズちゃん見えてないよ、全く暗すぎて映りません。パパさん、はいあの電気つけたけど逆光とか、はい、あなたがいると、あ、ふーたくん、ふーたくんおいで、ふーたくん、ふーたくん、グレーの首輪つけてるから、ふーたくんが守ってんの守ってんのよね、あんずちゃん守ってるの、うん、今ね、こっちからカメラこっちに移動したらね、ふーたくんも移動して、邪魔に入りました。あんずちゃん、あんずちゃん久しぶり、タピ行かなくていいの、はいはいはい、可愛いってタピちゃん、ふーたばっかりじゃない、はい、ふーたくん、いい感じに映ってますよそして少しどいていただくとあんずちゃんが映るんですが、まあいいか、ちょっと俺はもう肉眼では確認できたよ、どれ、ちょっとちょっと、完全にあんずちゃんブロック体勢です3匹で、3匹で、うん、はい、おいで、全く見えませんが、あなたはめいちゃん、違いますよ、あれ、めいちゃんはあのふさふさの、あ、そっか、長毛のふさふさの、サビちゃんは、サビちゃんは、あなたはサビちゃんじゃないの、あ、サビちゃんの名前だったの、サビちゃんじゃなかったの、誰、あ、ビビアン、ビビアン、さっきあのにタンスの上にいたよね、あの子が、うん、この子16歳の子、うんうん、あ、そっか、この子がビビアンちゃんで、ビビアン、ジャン君、一通りちょっと甘えて落ち着きましたが、今日は朝4時起き、もうちょっと前に目覚めたけどね。で、ずっと外でした。一旦8時ごろ家に帰れてですね、そこから今度は、オープンマイクに行ってきました。すごいでしょ。ジャン君、寝ようか。ね。ポンちゃん、寝ようか。